さあ、何やかんやとミシンバルメートも回ってますけど、今日はね、どこに来とるかというと、今日はね、どこに来とるかというと、桑名市ですね。桑名市の多度駅ですね。ということで、どんな感じで求めてるのか全く想像がつかない。まだ一個もね、編集手ついてないんですけど、こんな感じでね、多度駅にやってきてます。ただ駅もね、大正駅ですし、ここからね、どうしようかってことなんですけど、下深谷、どこだったっけ、これ、もしかして桑名方面来ますもん。あ、違う、よかった。じゃあ、全然大丈夫ですね。はい、ありがとうございます。これ友人駅なんですね。改札くぐった中にありますね、養老鉄道。そしてもね、何せ今回は、あ、そう、さあ、多度駅、そうですね、よいしょ、もう、綺麗な色だ。だいぶ何やかんやしてきたな。あの時は滝と多度って名前に似てるけど結構離れてる。何やかんや言ってるね。ってことで、ね、多度駅に来ましたけど、多度駅はそう、養老鉄道は結構無人駅多いんですけど、多度駅はね、有人駅ですよということで、だいたい20分に1本ぐらいかな、来るのかな列車は。で、桑名方面は向こうと。はいはいはい。よいしょ。ちなみに切符買ってる時に、ビービー鳴り始めたんで、ちょっと焦ったんですけど、大垣方面の電車でしたんでね、問題なく行けました。多度駅って、ちなみに何で多度からスタートかって言うと、まずスタンプがね、多度でしたよということですね。まあ、単純、それが一番大きいんですけど、あとはね、そこにね、見えてますけど、そう、桑名スタートにするか、多度スタートにするか、ちょっと迷ったんですけど、じゃちょっとこの後ね、一発ね、ちょっと名古屋に行こうかどうかなっていうところだったんで、だったら多度から乗ってね、そのまま桑名方面に向かって、桑名からね、そのまま名古屋方面に向かってもいいしということで、で、何かちょっとここはね、実はその養老鉄道沿線はこのね、三重県側はね、案外駐車場がなくてですね、案外ないって言ったらおかしいが、桑名はね、桑名駅はいくらでもありますし、っていうところなんですけど、この後行くね、大正駅があと下深谷駅と、どこだったっけ、桑名駅なんですけど、下深谷の方はね、実はあんまりないんですよね。全然ない。駅前に駐車場とかないところなんで、これはちょっと、難しいな、ということで。で、多度駅だとね、駅前に、実はこのコインパーキングがあるよっていうことだったんで、それでしました。ちなみにね、美濃松山から先に行くと、結構、無料駐車場を備えてる、美濃松山駅も、駅前に無料駐車場が常備してあったりするんで、なので、お得です。場所的に言うとね、そこの F マートね、昔ピアゴだった、F マートが、ちょっと登ってきたところら辺なんですけど、今ね、F マートの方から、登ってくるのに、ショートカットしようと思ってね、なんか、道あるしと思って、スポーンと行けそうだなと思って言ったら、ね、めちゃくちゃ細い道だったらね、皆さんをちゃんと返しましょう。多度大社の前の方からね、ぐるっと回った方が絶対いいです。案外、多度の駅前周りは、細い道。それもね、まあまあ、もう、
行き違いは無理だねっていう、乗用車の行き違いは無理だねっていうようなレベルのところがあったので、本当に一方通行じゃないかなって、ちょっと焦るようなレベルのところがありましたんでね、気をつけた方がいいかなというところら辺ですね。さあ、ということで42分まで、まあぼちぼちと、まあ10分ぐらい、12分じゃない、17分か、時間はありますんでね、のんびり乗っていこうと思います。だから多分多度駅が一番三重県のあれなんですね。あ、最北端なのか、三重県最北端になるか。あ、いや、さすがにこの前なんか三重県最東西南北端駅みたいなのやった時に最北端が上げ気になってたっけ。あ、あれがあるか、あ、そうか、西藤原があるから、そうだ、西藤原がね最北端ですもんね、うん、ですけど、まあですからちょうど岐阜との境目、直接三重県から岐阜県に、鉄道で行く境目になっているところで言うと、この佐渡駅だけですね。なんか本当はなんか、なんだっけ、三岐鉄道もね、三岐がね、三重と岐阜の鉄道ということで、なんか岐阜の方まで行くような計画もあったらしいですけど、もはやね、その影はね、見る影もなくというところなのでね、西九条だからなんだったっけ、関ヶ原の方までつなぐ予定だったのかな、うん、まあ、完全に今となってはですね、ですのでね、あーでも今日天気いいや。そう、あのね、ちょっとね、なんやかんやこの道丸のやつとかでね、ずーっとね、連日出かけ出かけが続いてるんでね、何なんすか。ただね、今回ねやつね、そう、熊野市駅がねちょっと厄介なことになりまして、ちょっとねタイミング的にはね、ちょっとね期間内に行けないさそうなんですよね。それだけね、なんかね、いろいろとちょっとあの休みの都合が合わねえ。実はね一回行こうとしたんですよ。あ、これワンチャン行けるかなっていうのね、天気もいいし、よっしゃって言ってね、あのちょっと電車取ったりする時間はなかったんで、もうあの車でねビューンと向かったんですけどね、ちょっとねもう、紀伊長島のあたりでちょっとよ事情が変わりまして、ちょっとね、紀伊長島からすぐには戻らなくてよかったんですけど、ちょっと熊野市まで行く、予定は無理だなというふうになりまして、ちょっとねその後の予定が入りましたもんでね、あっとっとっとということでね、いうようなこととかがありましたんでね。